はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、みのけんじです。さあ、本日の動画は、アニメ化がね、決定した週末のワルキューレなんですけれども、キャラクターボイスですね。そちら、今のところ5人まで判明してるんですけれども、まあ、まだまだね、登場人物いるので、まあ、主要キャラ、まあ、主に闘志ですね、がどうなるかどうかね、ちょっとね、個人的な予想をね、ちょっと述べてみたいかなと思います。まあ、主要キャラ、まあ、今発表されてるのはこの5人ですね。で、第1回戦が、緑と、トール、関智和さんと、緑川光さんと。まあ、よく言われてる、ドモンカッシュと、ヒーローユイだなと。っていうことですけれどもね。で、そして、ゼウスが、高木渉さんとなってますね。で、第2回戦、まあ、ちょっとネタバレに、なっちゃいますけどね、原作読んでない人には。2回戦はまあアダムとゼウスなんですけれどもね、アダムが誰なのか、まあ、個人的なこうイメージ的にぴったりなのが皆川純子さんかなと思ってるんですよね。ちょっとやさ男な感じの見た目のアダムなんで、ちょっとそういうクール系の声が結構似合うんじゃないかなっていうことで、皆川純子さんね、俺はぴったりだと思うんですよね。どうですかね。まあ、アダム、どっちかっつうと、こう、のぶとい男キャラっていう感じではなくて、こう、少年っぽいような雰囲気なんで、まあ、やっぱり女性声優の方が似合うんじゃないかなっていう気はするんですよね。まあ、男性の方でもちょっと結構高めの声の方が、多分アダムは合うんじゃないかなっていう気はしますね。でも、対戦相手もこれ、ゼウスと。で、おそらく、まあ、3回戦か4回戦ぐらいまでだと思うんですよね。やるとしたらね、まずは。まあ、まだ進行的に、原作の進行がまだね、第5回戦までしか行ってないんで、あんまり消化しちゃうとね、あれなんで、まあ、3回戦か4回戦目ぐらいが、だと思うんですよね。今回のアニメに関しては。まあ、個人的には3回戦ぐらいが、いいんじゃないかなと思うんですよね。3回戦目はかなり熱い戦いなんでね、佐々木小次郎とポセイドンっていうね、めちゃめちゃ熱い戦いなんで、そこでまあワンクールで終わって、でまた次のまあ原作溜まってきたら2クール目に入るっていうのが個人的にはいいと思うんですよね。で、佐々木小次郎ですね。佐々木小次郎はアダムと違ってまあ武骨なキャラなんで、個人的には稲田哲さんとかがちょっと渋めの声の人がいいんじゃないかなっていう気はしてます。まあ一瞬頭に浮かんだのは、フェイトステイナイトの佐々木小次郎だったんですけれどもね。ちょっとミキさんで、まあ合わなくもないけれども、ちょっとね、フェイトの方の佐々木小次郎のイメージが強すぎるんで、ちょっと、って感じがしたんですよね、個人的には。で、まあかなり武骨なキャラなんで、佐々木小次郎に関しては。まあだから、まあ、渋めの声の方が個人的にはいいのかなっていう気はしてますね。で、ポセイドンもね、ポセイドンも結構津田さんがいいかなって個人的には思いますね。あの独特のポセイドンのキャラ、津田さんがきっとね、ぴったりくると思うんですよね、個人的には。まあ、ポセイドンがね、もしかしたら緑川さんとかかなって思ってたけど、緑川さん通るだからね。まあ、あとはそうですね、沖合さんとか。その辺が結構しっくりくるんじゃないかなと思いますね、ポセイドンに関しては。で、その後、まあ一応第4回戦だとジャック・ザ・リッパーとヘラクレスなんですけれども、ジャック・ザ・リッパーはね、もうすぐね、思い浮かべましたね。杉田智和さんっていう。いや、絶対合うと思うんですよね、ジャック・ザ・リッパーは。めちゃめちゃぴったりじゃないかな。で、ヘラクレスはどうしようか迷ったんですよね。どっちかっていうと、こう、まっすぐなキャラなんで、ヘラクレスは。まあ、真面目キャラっていう感じなんで。まあ、松岡義嗣さんとか、あと、そうですね。桜井貴宏さんとかね。が、ヘラクレスはきっとね、しっくりくるんじゃないかなっていう風な気はしてます。で、多分ね、アニメでは第5戦まではやらないと思うんですけれども、まあ、そのまでに登場してる芝は、俺は中村雄一さんが、
しっくりくるんじゃないかなっていう気はしてます。まああとそうですね、まあ他にもいろんなキャラクターは出てるんですけれども、まああと、まあ早見翔さんとか小安さんとかね、まああとは若本さんとかね、まあ若本さんはちょっと独特すぎてちょっとどうかなっていう気はするけれども、まあそれは今後の原作の登場キャラ次第っていう気はしますけどね。まああとはワルキューレの13姉妹の、まあランドグリーズとかレギンレイブとかね、その辺がどうなるかっていう気はしますけれどもね。まああとは他にサブキャラみたいのも結構いるんで、かなりね楽しみなんですね、誰がキャラクターボイスを当てるのか。まあとりあえずメインの投資は個人的には、まあ、アダムは皆川淳吾さんが一番しっくりくるかなっていう感じですね。佐々木小次郎が、まあ、稲田哲さんとかのちょっと渋めの声の人がいいんじゃないかなっていう気はしてます。でポセイドンが津田さんですね。いやポセイドンはね絶対津田さんがね一番しっくりくると思うんだよな。でまあ時点で沖合さんとかね。でジャック・ザ・リッパーは自分は絶対に杉田智和さんですね。これは譲れないかな。うん、まあジャック・ザ・リッパーとヘラクレスまでやるかどうか分かんないけどね、今回のアニメで、まあ、やるとしたらジャック・ザ・リッパーは杉田さんが俺は個人的にはいいかなっていう気はしてます。でヘラクレスは松岡義嗣さんとか、あとは桜井貴寛さんとかが、まあ、しっくりくるかなっていう感じですね。あとはそうですね、森田正和さんとかもヘラクレスはいいんじゃないかなっていう気はしてますね。あと他にもねいろんなキャラクターがいるので、まあ、迷うところですけれどもね、まあ、ヘルメスとかね迷うところですけれども、まあ、他にもねいろんなキャラクターがいるので、まあぜひともね、まあさすがに一人何役もやるっていうのはあんまりないと思うね。モブキャラだったらね十分あると思うんですけど、名前付きのちゃんとした出てくるキャラクターならきっとねいろんなキャラクター声の人がね当てられてると思うので、でも実際にアフレコはもうやってるはずなんで、まあ実際にはもう決まってるでしょうからね、まあそんなに日も立たずに多分キャラクターは発表されると思うんですよね。まあ年内かはどうかわかんないけど年明けには必ず発表されるはずなんでね、楽しみに待ってましょう。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などねよろしくお願いいたします。であとブログの方にもね、まあアニメ化の記事とかね書いてるのでそちらもねよろしくお願いいたします。であとねコメント欄の方に皆さんのね CV のイメージ、誰がこの声かなっていうのをねちょっとね教えていただけたらなと思います。それじゃバイバイ。